マイケル・パリスはフィリピン系アメリカ人プロレスラー。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。NXT 所属。NXT でのリングネームはホワキンワイルド。インディー団体で活動していた頃はシーマザヨン、DJs、G マイオンなどのリングネームを用いていた。奇抜なヘアースタイルが特徴。子供の頃からプロレスラーかロックスターになりたいと言っており。 16歳の時にギターがうまく弾けないと気づくとプロレスラーになるべく養成所を探すようになった。2003年にペンシルバニア州ピッツバーグでスーパーヘンタイ、ジャーリー・ドゥエ、グリーン・スペクターといったトレーナーの下でトレーニングを開始した。14ヶ月トレーニングを積み、2004年にウェストバージニア州ホイーリングで初めてのフィリピン人男性レスラーとして シーマザイオンの名前で、ジェイソン・ゴーリーを相手にデビューしている。ペンシルバニア州ではあまり活動ができなかったため、オハイオ州やウェストバージニア州の団体にも進出するようになった。18歳になると、インターナショナルレスリングカルテットに参戦するようになる。IWC 以外にも力、ファー、ノースレスリング、プロレスリングアンプラグドにも参戦するようになった。 IWC では4年から8年にかけ、6年には DDT に参戦している。8年の5月3日にメキシコ式で、ジョー・リーダーとタッグを組み、エル・ジェネリコとクレイジー・ボーイを相手に、ディザスター・トータル・ウルトラ・バイオレットに、初参戦し、ジェネリコのブレーンバスターで敗北。一時的に離脱後2009年の7月に、トゥランシン号で、クレイジー・ボーイとエクストリーム・タイガーとの3ウェイマッチで、 復帰するもエクストリームタイガーにより敗北。その後 D とのイベントに出場、D と王座をかけて、アレロボーイとラゲデとサンウェイマッチを行うもアレラボーイに、フォール負けしてしまう。その後離脱し2009年の夏頃からトリプル A へ参戦。テディハートとエレクトリックショックと組ラ・パーカー、ジャック・エヴァンス、エクストリームタイガーとの6人タッグマッチに出場するも、 エクストリームタイガーのダブルフットスタンプでピンホール負けしてしまう。2011年6月23日にジーマイオンとして初登場。登場早々に7月の PPV であるデスティネーション X で優勝すると契約できる予選トーナメントに出場。ダコタダーソーとフェデリコパラシオスの3ウェイマッチに勝利する。そしてデスティネーション X の決勝で 予選を勝ち抜いてきたジャック・エヴァンス、ローキー、オースチン・エイリースの4ウェイマッチに出場するも負けてしまい、惜しくも契約には至らなかった。しかし、近日後にティネとの契約が発表された。8月にバックステージに登場。バックステージに登場した翌週には、X ディビジョンランキングのガントレットマッチに出場。マーク・ハスキンスを落とした後ジェシー総連戦に落とされてしまう。 その後、9月28日のインパクトレスリングで行われた5人形式のラダーマッチに登場するが、ブライアン・ケンドリックに負けてしまう。12月から、アイオンは2012年のジェネシスで、X ディビジョン・王座の挑戦者を決めるために、アンソニー・ニースと3連戦を行い、2勝したため、挑戦者と選ばれた。また、この頃から、ヒール色を強くしていく。 2012年1月8日のジェネシスで王者のオースティン・エイリース、挑戦者のキットカッシュ、ジェシー総連戦との4ウェイマッチに挑むも、2番目に脱落してしまう。脱落した後総連戦を妨害し、エイリーズを助けた。総連戦を妨害し、抗争が始まるかと思えた。しかし、2月のアゲンスト・オール・オッズで、X ディビジョン王座への挑戦権をかけ、総連戦と、 戦いで、アイオンのコーナーからのムーンサルトアタックの際に、膝が総連戦の顔面に入ってしまい、負傷させてしまう。3月に、オースチン・エイリースの X ディビジョン王座へ正式に、挑戦を、表明、18日のビクトリーロードで、エイリースと対戦するが、サブミッションにより負けてしまう。翌週に、別の形式で、再び挑戦するも、失敗。 5月にもう一度挑戦するも再度失敗する。エイリースがヘビー級王座に挑戦するため王座返上したため、空位になった王座の新たな保持者を決めるべく、開催された7月のデスティネーション X で行われたワンデートーナメントに参加。初戦でフリップ傘の場を破り、決勝へ進出、決勝でケニー・キング、メイソン・ンドリュース、 サンジェイ・ダットとアルティメット X マッチ方式で4、ウェイマッチを行い勝利、X ディビジョン・王座を初獲得する。26日に、ケニー・キングと防衛戦を行い、ボビー・ルードの介入を挟み勝利。8月のハード・コア・ジャスティスで再び、ケニー・キング、9月には、ノーサレンダーで、サンジェイ・ダットから防衛している。10月初頭に、ダグラス・ウィリアムズを変形サブミッションで破り、 防衛するが14日のバウンド・オブ・グローリーでロブ・バンダムに負けタイトルを失ってしまう。25日に再選権を行使するが負けてしまう。2013年に入ってからもディビジョン王座を狙い続け RVD や2月に RVD から王座を奪ったケニー・キングに挑戦し続ける外交に獲得することができず負傷してしまい長期離脱をしてしまう。 11月の末に復帰すると同時に、ジェシー・ゴッターズとロビー・イーのブローマンズに DJ として加入。ディビジョン王座にいつでも挑戦できる権利書が入っているブリーフケースを獲得。2014年1月末に権利書を行使し、王者のエイリースに挑戦するも失敗。また、リングネームをギミックに合わせ DJZ に変更し、髪型も変えている。 同月末にブローマンズがザ・ウルブズに敗れタイトルを手放しまうが W-1 で行われるウルブズと近藤修二とカズハヤシのチーム246のタッグ、王座戦に割り込む形で参戦。チーム246からホールを奪い王座をダッシュしている。2019年5月 WWE と契約し、リングネームをホワキンワイルドに改めた。ありがとうございます。